そっち俺よ。あ、そっち、あんたよ。あ、はい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 、ごめんなさい。こっち俺よ。はい、そっち、あんたよ。はいはいはい、ごめんなさい。こっちの。はいはいはい、ごめんなさい。こっち。うるせえなぁ。またこっちに。あれ、ちょ、危ない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 。ウーバーが来たかな。あそこそこ。えい、もっち。あら、もっちん。来たよ。来たよ、来たよ。ありがとう、ありがとう。これなんか違うの？一緒です。なんで一緒にすんの？一緒がいいって言ったじゃん。一緒がいいとは言ってないよ。俺、ニンニク&ヨーグルトがいいって言ったのよ。一緒です。なんだよ。え、もう開けて。なんかさ、たまに開けづらい時ない？ある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 。今それだったの。ほら、ほら、うん、ほら、蓋しゃぶらなくてよかったの。うん、いいよ。いつもだったらやるじゃん。やってないじゃんよ。やってないじゃんよ。いつもだったらやるじゃん。ケーキはやるよ。あのフィルムね。フィルムはやるわ。食べます。うん、いただきます。辛い？これ辛くないやつ、ね。これ辛くないやつ。うん。あ、美味しい。なんか口に入れた瞬間幸せ。うん、すごいね。何が？口に入れた瞬間幸せなことある？あるでしょ、ね。味わってねえじゃん。え？なんで？口に入れた瞬間味わってねえだろ。口の中に入れて味わって、はぁ、幸せだったらわかるけどさ、口に入れた瞬間幸せってよく聞くけど。読み取れ。読解力。うん。うん、おいしい。うん。うまい。え、これ、あれ？うん。1個頼んだら1個無料のやつ。うん。あ、すごいやば。すごいね。あれ、もうほんと2人で住んでる人にめちゃくちゃいいよね。だってよく頼むところでさ、チャーハンもあんじゃん。うんうんうん。1個頼んだら1個無料の。うん、1個ずつ食べれんじゃん。めっちゃいいよね。うん。どんぶんやってほしい。うん。なんかかける？何を？なんか七味とか。あ、いらない。本当？うん。それかけないよ。辛い。すごいね、それ。辛い匂いが。これ自分で作った万願寺唐辛子と豆板醤のソース。ソース。もらったの。万願寺唐辛子。万願寺唐辛子ってそんな辛いんだね。辛い。ああ、美味しい、辛い。美味しい、辛い。すごいね。昨日の夜もさ、スンドゥブチゲ作ってさ、うん、それめっちゃ、スプーン一杯くらい入れると思ったのよ。うんうんうん。俺らさ、スプーン10杯分くらい入れてたよね。そうだね。すごいよ。俺ちょこっと飲ませてもらったけど、もううわーってなったもん。そうかね。うん。スープ欲しい。あー、作ってよ。何？ないか。うん。なんかやっぱ買っとこうよ。うんうんうん。こういう時だけさ、うんうんうんとか言ってさ、普段絶対いらないよそんなのとかさ言ってさ、傘を買わせてくれないのにさ、うるせえな朝から。黙ってくれよ本当によ。こないよとか言うとさ、あれじゃん、口悪いよとかさ、あもう言う、すぐ言うんだから。その、仲いいから言うのよね、言えるのよね。その一言だけさ、うん、ピックアップされて、ね。ピックアップされて言うんだからさ。いいね。うちらは、これでいいね。うん。それが楽しいのよね。うん。いや、急に寒くなったね。本当だね。うん。なんかもう、あれよね。毎年言う、思ってるけどさ、うん、秋すっ飛ばしてすぐ冬になるよね。秋ないね。秋ないよね。なんだろうね。絶対興味ないじゃん。なんだろうねとか言ってさ、考えようともしてないでしょ。なんだろうね。なんか、うん、朝ごはんばっか食ってない。何が？何が？どういうこと？動画で。なんか朝しか生きてない人たちみたいなんじゃない？なんこったな。なんこったな。そりゃ夜はいろいろやることありますもんね。なんでやることって。こんな夜にやるってこと。やることってあれで、うん、決まってんでしょ。わかんないから言ってんだよ。ねえ、夜にすることっつったらあれっすか。だから朝しか取らない。どういうことよ。誰も興味ねえよ。あれよ、うん、みんな聞き耳立ててる今。
でも興味ないよ。俺はそういう目で見てる人。まだ夜は真夏だもんね。もういいってもう、しんどいな、マジ、ほんとに。俺らのこと、ほんと、ほんと、エロ親父と一緒じゃん、気持ち悪。あ、ほら、怒ってる。ごめん。もちもちゃんごめんなさい。やめよう、ほんとに、うん。なんか、そういう感じエロ親父。エロ親父でさ、思い出したんだけどさ、うん、昨日テレビ見てた、あ、違う、YouTube 見ててさ、うん、あの、HY の中曽根さん出てたじゃん。はいはいはい。もうショック受けたのがさ、うん、中曽根さんって俺より年下だったの。うん。でしょう。もう失礼な話ね。絶対上だと思ってたわけよ。はいはいはい。なのにさ、年下、と思って。俺昔から見てたよと思って。ずっと年下だったのねと思ってね。まあ若い時からやってたんだろうね。ね。ね。うわ、びっくりした。ちょっとお手洗いで。あ、うん。かおみさん、顔が汚れちゃってからさ。お顔見せてください、もちまぎちゃん。今日もべっぴんさん。あー、ちょっと待った大丈夫？もちまるさんは明日トリミングなんです。可愛くなってくるね、またね、あんたね。でもまあ今回はまだそんなに伸びてないね。あんた、ここに、ちょ待って、ちょ、あー、ダメダメ、ここにうんこつけてんじゃん。あー、ダメよダメよ、これはご飯じゃない、あなたのご飯じゃないよ。なんでこんなところにうんこついてんねんだ。あいつはうんこしてるし、お前はうんこついてるし、どうなってんだ。おいおい、どうなってんだ。うるせえって言われました。大丈夫？あ、大丈夫大丈夫。あれよ、辛いの食べすぎよ。そうだね。うん。で、昨日さ、はい、やっぱあれが入れすぎたのがあれなんじゃん、原因なんじゃん。スンドゥブに唐辛子、唐辛子が万願寺唐辛子入れすぎたの。まあそれだけじゃないけどね。うん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 。今日も雨じゃんよ。ね。どこか出かけるわけじゃないしさ。うん。いつもじゃん。あなたの休み。もう分かったでしょ。もう分かったよね。もう雨じゃん。違うよ。何？むしろ、うん、翔ちゃんの説ある。うん、ない。ない。なんでよ。まだ俺が休みの時に翔ちゃんも休むから、うん、雨が降るんじゃない？違うでしょ。いいよ別に雨降ったって。雨降ってもいい。別に何で認めてくれないの。だって俺にそんな力ないもん。ないよ。でも絶対なんかもう 90% ぐらい雨じゃん、あんた休むと。なんで。うん、もちまる運動かしないでいいから今ね、見せてくれて。じゃあほら、雨男とか雨女とか言うけどさ、うん、結構ね、世の中にさ、割合で言うと思うの。だからさ、うん、自分だけのせいじゃないってこと？そうそう。いろんな人がパワーを出し合ってんの。下手したらみんな雨男、雨女説あるじゃん。みんなってどこ？全員。どっちかってこと？え、属してるの？属してるっていうか、もうみんなそうなの。たまたまイベントがあるとかさ。休みだとかさ、うん、仕事の日だとかさ、うん、なんかにつけて、雨だとなんか嫌なイメージがあるから、ああ、また雨だ、みたいな。なるほどね。うん。わかった、今の。わかんない。何言ってんの。意味がわかんない。自分でもさ、何言っていいかわかんないのにさ、なるほどね、って。嘘じゃん。全然なるほどね、じゃねえじゃん。自分でももう、俺着地点が今見えてなかったもん。俺何言ってんだろうって、うん。でも、ありがとう。最後まで聞いてくれて。そういうとこ好きよ。普段聞いてくれねえけどな。ため息。何のため息だよ。うるさいな、もう。うん。すごくない？食べんの遅くね？ゆっくり味わって食べてんの。何がすごいの？すごいこと言って、ちゃんとすごいこと言えよ。なんだよ。何言おうとしたんだっけ？いいよ、もう、ほんとに。あ、違う。なんか、朝からすごい元気じゃないと思って。はい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 。なんか、そんなに話が上手くないのに喋りたがる芸能人みたいなさ。誰だよ。言ってみろよ。言わないけど。言ってみろよ。言わないよ。言えないわ。別にいいだろ。何の影響もないわ。何の影響ないけどさ。うん。ちょいちゃん、すごいなんかいつもさ、うん、上から言うよね。
何が？だから、あ、そうそうそう、そう、上から言う自覚はあるのよ。うん、だって、その、イケメンに対してもさ、うん、今イケメン多すぎるじゃん。うんうんうん。イケメン多すぎてさ、うん、もうイケメンだけじゃ、ちょっと足りなくなってきたなって。もうイケメンが多すぎて、うん、インスタなり何なりさ、何でもイケメンばっかじゃん。うん、イケメンプラス、なんか中身がいいとか、お話が面白いとか、うん、そうじゃないと、イケメンだけだと、あ、やっぱ顔だけだね、ってなっちゃうとこあるじゃない。うん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 、そうだ、そうだ。で、それも、じゃあお前何なんだよとか、あるじゃん。うん。でも俺は自分のこと、イケメン枠でも何でもないから、客観的に言える。うんうんうん。そんなことないけどね。多分見てる人もよ。俺らのことをかっこいい人たちで見てはないじゃん。まあまあまあ、だからいいのよ。うん。畑が違うでしょ。ああ、まあ、そういうことか。いや、結局好きなんだよね。うん。結局好きだから言えるんだけどさ。うんうん。愛情を持ってね。言ってる。でもそ、うん、まあ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 、それちょっと、卑怯だけどね。ちょっと卑怯じゃない？その、まあまあそうね、愛があるからっていう。そうね、そうね。それはずるいよ。だったら何でも言っていいのかっていう、そう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 、話もないもんね。そうそうそう。うん。確かに。でも、本当にかっこいい人多いじゃない？多い。いや、だから、いや、だし、うん、ちょっと、これちょっと、あれなんだけどさ、うん、あの、インスタとかでさ、うん、あの、この、何、動画で彼氏って使ってもいいよみたいなやつ、うんうん、撮ってる人いっぱいいるじゃん。彼氏とデートなんか使っていいよみたいな。そう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 、それ。うんうん。でもさ、それさ、よくよく考えたらさ、こうやってさ、うん、撮られててさ、こうやってなんか街中で、こうやってなんか涼しい顔で撮ってるの、ちょっと、他から見たら恥ずかしくね。恥ずかしいよ。ね。うん。でも結局見ちゃう。うんうんうん。わかるわかる。結局こっち的には嬉しいんだけど。うん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 。でも、あれよね、やっぱみんな自信ある人多いよね。うんうん、うん。いや、すごいいいと思うの。そういうのって。うんうん。俺にはちょっとできない。俺はできないな。いや、俺はできないっていうのは、それは、あれよ、俺にはできないって、その嫌味じゃなくて、なんだろう、なんか全部尖ってきこない。